売上の記憶がですね、ここは設置された経緯、きっかけのところをちょっと教えてください。隣にあります閖上中学校生徒14名が亡くなりました、はい、そのご遺族の皆様が閖上中学校遺族会を発足させ、3月11日1年の節目である一周忌の時に子どもたちの名前を刻んだ慰霊碑を建立したんですね。現在閖上中学校の正門前に置いてありますその慰霊碑を多くの方に見ていただく、またはその献花されたものお供え物などの清掃やその見守るための社務所としてこの建物があったのがいいのではないかということがきっかけで、この閖上の記憶集会所が建立されるきっかけとなりました。ここの集会所建物は4月の22日にオープンしたわけですが、それから約2800名余り、おそらくご記帳されていないか、名前もご記帳されていない方も含めますと3000名以上の方々がこちらの記憶集会場の方を訪れていただけてますね。この閖上の記憶集会場はまさにそのここを訪れる方々に育てていただく施設になっています。地元の方や遺族会の皆様、さらには全国から訪れる視察ツアーの方々、そういった方々が多く利用していただくことで、断片的なイメージでここを訪れる方が多くてですね、はい、実際この平野と化したこの閖上の地域を見て驚かれる方がたくさんいまして、でそういった方を知っていただくということでは、本当にニーズがこうあって、やりがいのあるなんか仕事だなと。ボランティア団体とかがもう無数にあるっていう、私のような年代のものにとってみると日本も変わりつつあるのか、その閖上の復興、また名取 の, この全体のね、進み前前進に向かっていけるように手助けできればなと思います。ぜひ皆様、この施設が移動ないしはその